花の里、おかみ公認問題、あの人気ドラマ相棒の主人公の杉下右京が唯一リラックスできる空間が小料理屋の花の里。今まで2人の美人おかみが卒業しましたが、熱烈な相棒ファンに心配される中、ようやく新おかみが誕生したようです。その人とはベテラン女優の森口瑤子さんです。噂された仲間由紀恵さんや吉田羊さんではなかったようです。どんな方かとても気になったので、いろいろ調べてみました。女優の森口瑤子さん、東京出身ですでに53歳。その美貌は同性からも日本一美しい50代とか奇跡の50代と戦後の的の美魔女です。これだけの美人ですが、今までこれといったハマり役もなく、バイプレイヤー的なイメージが強かった森口瑤子さん。とはいえ、1983年に芸能界デビューして37年目のキャリア、顔を見てすぐに、ああこの人知ってる、めっちゃ美人だよねと思われる方も多いはず。しかし私の場合それだけではありませんでした。というのは、今回いろいろ調べていて、画像を見た瞬間超感動したことがあったからです。何かといえば、何年間もずっとモヤモヤしてたことが一発解消したからです。それは森口瑤子さんをテレビで見るたびに、こんな美人がいるんだといつも見とれてたんですが、そのたびに名前の特定までは至らず、名前で呼べないことが多かったんです。しかしそれ以上にモヤモヤすることがありました。それは、実はそっくりさん2人と見分けがつかず、モヤモヤ値が跳ね上がることに。その2人というのが、女優の羽田美智子さんと板谷由夏さんのお二人。お二人もとても好きなタイプなんですが、お顔を拝見するたびに、いや何かが違うな、え違うのか、ぬぬーと嬉しいはずなのに、なぜか得体の知れない強烈な苛立ちを覚えていました。S と M が同時に来る感じと言いますか。皆さんはどうですか？同じ方いますか？数年、いや数十年ぶりに、ある意味、クリアになった劇的瞬間でした。まあ、それはさておき。森口瑤子さんの生い立ちは、父親はビール会社に勤務していたそうで、小学4年生の頃にはすでに、父親の晩酌の相手をしていたそうです。そんな父親の影響もあったからか、森口瑤子さんも無類の酒好きで、朝まで飲むらしく、酒豪と言われることもあるほど、酔うと幼い頃からの自慢の俊足で、そこら中を走り回る癖もあるようです。一緒に飲むと楽しそうですね。芸能界を目指したきっかけは、小学4年生の時にアメリカ映画、ウエストサイドストーリーを見て、ベルナルド役のジョージ・チャキリスに恋をしたのがきっかけで、女優を目指すことになったのだとか。結構なおませさんですね。小学校の卒業文集には、将来女優になりたいと書いていたようです。どんな青春時代だったか。高校時代は演劇部に所属していましたが、中高校時代はトンネルズの木梨憲武さんが大好きで、毎週出待ちまでしていたらしいです。なおかつわざわざ実家の木梨サイクルへ、木梨さんの母親と話をしに行ってたとか。それにしても木梨憲武さん、奥さんはあの安田成美さんだし、若い頃は森口さんに追っかけされてたなんて羨ましいですね。森口瑤子さんの日常はちょっと変わり者なのかもしれません。台本はいつも自宅のウォークインクローゼットの中で覚えるのだとか。なぜなら服や物に囲まれていると集中できるからだそう。動物動画を見るのが好きで、どんなの見るかといえば、特にアリクイ、カワウソ、コウモリ、ハシビロコウ、この辺りが素晴らしいです。それから
子供の頃から銀座が大好きだそうです。食べ物の好物はカツ丼とかこってり系のラーメンだとか。それであの美しさを保ってるなんて一体どういうことですか。でも体質的には太りやすいので普段は玄米と野菜中心なんだとか。美しさを保つためにやってることは1日にミネラルウォーターを2リッター飲むだとか、顔のリンパマッサージやアロマオイルを入れて足浴、愛犬と一緒に公園を早足で1時間散歩、結構な健康オタクでもあります。寝食を忘れてドラクエに熱中していつの間にか減量に成功したことがある人なんだとか。まあなんというかちょっと変わってるのは否めない気もします。それからもう一つ、今回の相棒の美人おかみに欠かせないのが和服姿がどうなのかということですが、実は着物が大好きでアンティークの着物を衝動買いするほどだとか。バッチリですね。デビューからの経歴はイメージ以上にすごい女優さんなんだと改めて気づかされます。1983年17歳の時に父親の勧めで応募したミス松竹に選出されて女優デビュー。そのデビューがあの伝説の映画シリーズ男はつらいよ口笛を吹く虎次郎でした。デビュー作品が虎さんだなんてすごくないですか。デビュー当初は個性がない面白くないとダメ出しされ続けていたそうです。その後もドラマや映画、CM などに引っ張りだこ。ドラマ、大和なでしこ、必殺仕事人、太平記、ヒーロー、ショムニファイナル、トレース科捜研の男、コウノドリなど、映画で8日目のセミ、そして特筆すべきは、パルムドール受賞した映画、万引き家族で、柴田陽子役を好演しています。CM ではミツカン、アジポン。これは、ほんの一部でものすごい経歴です。さてこれだけの美人ですから過去の男性遍歴は、調べてみたら森口瑤子さん、なんと27歳当時になんと抱かれたい男ナンバーワンのモテ男だった。この俳優さんと反同性状態だったことがスクープされています。その元彼とは豊悦子と豊川悦司さん、結婚まで考えたみたいですが森口さんから目を引いたとのことです。事務所の大人の事情だったのでしょうか。やっぱりこのくらいの美女になると付き合う男のレベルも最上級なんですね。今は結婚されているの？残念ながら結婚されてるようです。1998年森口さんが32歳の時で、しかもそのお相手がとんでもない人らしいのです。誰なのかというと、脚本家であり作詞家でもある坂本裕二さん。誰って感じでしょうけど、業界では知らない者はいないようです。携わってドラマがまたすごくて、例えば東京ラブストーリーや最高の離婚ウーマンほか、有名な賞を数多く受賞しているとんでもないヒットメーカーでした。二人の馴れ初めは坂本裕二さんの1996年デビュー作の映画の有利で知り合ってからだと言います。アリクイのような人でなくてよかったです。50歳超えてこれだけ美しいからてっきりお子さんはいらっしゃらないと思っていましたが、18歳になる娘さんがお一人いらっしゃるとか、とてもそんな風には見えませんし、自慢のお母さんでしょうね。森口瑤子さんのことをざっと見てきましたが、ここ数年ドラマ相棒では初代花の里女将宮部玉木役の高木沙耶さんが大麻取締法違反容疑で逮捕され、伝説の大麻女優となったり、2代目女将の月本幸子役を演じた鈴木杏樹さんに不倫が発覚したりと、次々に世間を騒がすことになっています。ですから三代目おかみは最近のスキャンダラスなイメージを払拭するためか、相棒18最終回スペシャルからキャラ設定が変わっています。
小出真理という人物となり、元赤坂の人気芸者で政治家ともつながっていて、引退してからは第二の人生として小料理や小手まりを営むという。どう活躍するのか楽しみですね。なぜ森口瑤子さんが選ばれたのか。1993年から2003年まで火曜サスペンス劇場の人気シリーズ地方記者立花陽介で水谷豊さんと共演していた歴史があること、プライベートでも家族ぐるみでの付き合いがあること、このあたりも安心感があったのでしょう。最終話での新女将の登場に視聴者からは、森口さん本当に綺麗、右京の憩いの場所は絶対に必要、さすがに着物が似合う人を選びましたよね、など歓喜の声が上がったといいます。いかがでしたか。あなたはどう思いましたか。私はこれでもう森口三人トリオの迷路に入らなくて済むのでほっとしました。何より心機一転、森口さんの魅力を相棒で堪能することができるので、今年は春から縁起はいいです。森口瑤子さん、これからもずっと応援しています。それではまた次回お会いしましょう。